生徒の皆さん、こんばんは。5月初登校、スクールオブロックのスクールアイドルの講師、ラブライブサンシャイン、桜内梨子役の相田梨花子と、国木田花丸役の高槻かな子です。Lock, ladies and gentlemen, boys and girls, Aqua Lock, Aqua.1ヶ月ぶりの投稿ですが、久しぶり、ね、久々だね。久々。先月のラストの次回予告でですね、うん、次回函館の熊と海鮮というね予告がありましたので、うん、早速ね函館の熊と海鮮の話をしたいと思うんですけれども、かな子は熊何体倒した？やつは強かった。何体倒した？一体だけなんとか。一体しか倒してないの？バーって来た時に、さって、うん、あの、下に潜り込んで、股の下潜り込んで、拳でやってやったんだ。なるほどね。はい、強かったよね。あ、でも、リカ、すごかったね。私は3体やったよ。すごい！いやー、ウィナー、ウィナー。すね蹴ってやった。すごいよー。現代の金太郎ですよ。そうです。襲名します。襲名です。ね、海鮮も美味しかったよね。海鮮美味しかった。これリアルに美味しかった。めっちゃ美味しかったよ、うん。イカ食べました。食べた。函館といえばイカなんだよね。そうだね、うん。イクラも食べたし。イクラも食べたし。ウニも食べたし。美味しいものしか食べてない、ね。逆に何食べてないって感じだよね。ね、本当だよ。いや、美味しかったです。うん、まあ何があったかと言いますとね、うん、函館で。まあ、クマと戦いに行ってたわけではありません。もちろん4月27日28日の2日間、うん、函館アリーナメインアリーナでセイントスのプレゼンツラブライブサンシャイン函館ユニットカーニバル開催しておりました。はい、ね、今回アクアじゃなくてね、うん、それぞれのユニットしかね出演しないっていうね、うん、私、うん、リキャコ先生はですね、まあ、ギルティーキスとして出演させていただいたんですけれども、金ちゃん先生はゼリアとして出演させていただいておりまして、うん、そうなんです。あとシャロンと、あとセイントスノー、セイントスノーライバルアイドルユニットのね、セイントスノーさんと一緒にライブさせていただいたんですけど、うん、なんか刺激すごいもらったよね。すごいもらった。とにかくもうパフォーマンスが本当にねかっこよくて、もう格が違った、うんうん、アクアにはこうない曲、うんうん、ロック調のかっこいい曲っていうのもあって、ね、存在感やばかったね。存在感すごい、ね、うん、まあ私たちのねユニットも負けてなかったけど、まあ、負けてないそれぞれいいところがあるから、みんな良かったよ。本当にとっても個性的だなと思いました、ね、はい、いやみんなそれぞれに見てた、ユニットのさ見てた。お、私もセイントスノーさんとかずっとリハ見てたし、うんうんうん、アゼリアもモニターで見てたと思う。 ありがとうございます。うん、私もバッチリを見た、収めさせていただきました。本当にありがとう。楽しかった。またやりたいよね、ユニットライブ。そうだね。それこそさ、今回あのセイントスノーが函館に呼んでくれたんだけどね、私たちの方から呼んで、そうそうそう、なんかいろんなまた新しいことしたいなっていう、ね、沼津でね、ユニットライブしたいよ ね、なんかそう未来が広がった感じがする。そう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 、このライブが成功して、はい、ということでですね、うん、ライブに参加したよって生徒の書き込みも届いてますので紹介していきたいと思います。嬉しい。リキャコ先生、ミスキン先生、うん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。そして函館ユニットカーニバル、お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は地元のライブビューイングにて両日参加しました。かっこよくて最高だった、うんうん、セイントスノー、うんうんうん、一瞬でトリコリコになったアゼリア、トリコ、元気いっぱい前のシャロン、安定の罪深さのギルティーキス、ギルティー、どのユニットもそれぞれ個性があって素晴らしかったです。最高のライブをありがとうございました。また4つのユニットが同じ舞台に立つ日が来るのを楽しみにしております。鹿児島県16歳男の子、ラジオネーム純平さんからです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうよ純平。あ、嬉しいね、両日見てくれたんだって、ね、2日間ともさまたちょっと違う内容だったりとか、そうそうそう、衣装もセットリストも結構違ったり、ね、楽しめるよね。楽しめる、うん、MC とかみんなすっごい面白かったよ本当に、うん、感動したもん。感動した、感動した。みんな MC すごい面白いなと思って。本当、うん、アゼリアさんはね何してたって。アゼリアさんはちょっとマイペースな2人がおりますので、ね、なかなかリハーサル通りにはいかないところ、ね、かなこが結構進行してるもんね。そうだね、すごい楽しんでいただけたらと思いながら、うん、やったけど、いやでもいっぱいトリコリコにできたし楽しかったよ。した、あともう1枚、はい、読みたいと思います。いっちゃいましょう。千葉県17歳女の子、ラジオネームエプリルちゃんからいただきました、はい、ありがとうございます。
私は2公演ともライブビューイングで参加しました。ああ、ありがとう。セイントスノー、シャロン、アゼリア、ギルティーキス、それぞれ違った魅力があって、これを一度のステージで見ることができるのは、とても贅沢だなと思いました。最高に素敵なライブをありがとうございました。たくさんパワーをもらいました。これで受験勉強頑張れます。またいつかユニットカーニバルやってほしいです。ミスキン先生とリキャコ先生も可愛くてかっこよかったです。いや、めちゃめちゃ褒めてもらえたね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。つか受験生か、こう息抜きになれたならすごく嬉しいよ ね。息抜きにでもなるよね、うんうんうん、なんか気分転換というか。そうだね、なんか私たちもさ、ちょっと息抜きになれなかったな。そうそう、なんかやっぱ日頃のなんかいろんなものを、うん、なんか一緒ね、何とは言わないけど、しちゃった、なんかこううわーってね。そうだね、そうそう、思いをこうぶつけるというかさ、熊も投げたしね、熊も投げたし、本当に発散できたね。すっきりしてるわ。すっきりした。いや、でもいつもより私結構緊張したんだよね、ユニットカーニバル。わかるかもしれない。なんかセイントスノーさんのエネルギーがさ、やっぱすごくて、そう、なんかそれに負けちゃいけないなっていう気持ちでステージに立ったから、いつもよりパワフルに行かないとみたいなね、うんうん、なんかこうギリギリまで手震えてた。あ、そうなんだ、うん、緊張しいだもんね。緊張しい、いつもなんだけどさ、うんうん、そうしかも3人だからね。そうなんだよ、ステージがいつもより広いんですよ。そうなんだよ、楽しかったね。いや、楽しかった、ね、とにかく、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここで1曲お聴きいただきたいんですけれども、うん、はい、これどっちのユニットの曲かける？じゃんけんしよう。じゃんけん、正々堂々、じゃんけんで、じゃんけんで、じゃんけんでいいよ。いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。しゃー、負けた。しゃ、じゃあ流させていただいていいですか？熊の数も負けたし。圧倒的ですね。はい、それではギルティーキスで壊れやすき。アクアラックス、アクア。曲はギルティーキスで壊れやすきです。かっけーな、かっけーな。どうだった、これ歌った時。ね、セカンドライブツアーでも歌ったんだけど、うん、その時と、まあ、若干演出を変えましてですね、リサビ明けのアイキャンの、うん、叫ぶところが、叫ぶパートがあるんだけど、そこで私とその鈴木愛菜ちゃん、うん、同じユニットの愛菜ちゃんと一緒にブワーって始まって猛ダッシュしたんだけど、猛ダッシュ、それがですね、きつくて、うん、きつくて。いや、2人で絶対かっこいいよやろうって言ったんだけど、うん、いざ本番やったら結構きついよ、結構遠かったよ。そう、でもなんかこう、うん、全力を出し切った感があって、ね、なんかすごい爽快感のある一曲でしたね。あー、素晴らしい。私も後ろで踊ってた、一緒に。あ、本当に、うん、ありがとう。いつも真似しちゃう。はい、はい、ということで、さて、このアクアロックスでは生徒の皆さんからのメッセージを待っております。掲示板があるのでぜひ書き込んでください。アドレスはwww.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK です。ということで、校長、教頭、生徒の皆さん、今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。スクールアイドルの講師、アクアの相田理香子と高槻かな子でした。
やばい、一気に持ってかれたな。いや、まあそのね、函館ユニットカーニバルの話だったってことね、これはね、はい、まあ、そうですそうです、大体みんな大方予想はついたかもしんないけれども、はい、ただね、次回予告のジャガジャンスタイル、これはね、俺先月がっつり掴まれたスタイルなんだよ、これジャガジャンにやられましたからね、我々ね、タイムフリーで俺4回ぐらいマジで聞いたからあそこジャガジャンマジで面白すぎて、いや可愛らしいし、しかも面白いし、ちょっと赤先生、俺期待値上げて明日に挑むよ、これはどういう状態になってるんですか、その時は。何が期待値高めてるっていうのは。いやだからジャガジャンスタイルに対しての期待値を高めて挑むよってことで、なんかあのなんか、まあいいや、大丈夫です大丈夫なんかそういうスタイルになるのかなみたいな、なんかいやーそんなことはなかったんだね、奥深くといなったアクア先生はもちろん明日も投稿